よっしゃーほいじゃあ今日はこれとこれとこの3つをやっていく系のまずこれ伊丹十三監督大病院これがスクリーン切られるナイフで 9m いうことで話題になっとるの伊丹十三言うたらねあの「貧乏の女」とか「マルサの女」とか社会派の映画監督なんかねまあそれであの暴力団関係の映画作ってうろみ恨みをこうてねなんかこういう風になったみたいじゃなんかすごい世の中よねということで始まりました 広島弁牛太郎の30年前の今日平成5年5月31日の新聞や出来事続いてはこれケンブリッジ・アスカこの人が生まれとるんよのいやこの人かっこいいよね本当にね続いてこれはいケント・デリカットこの人が笑っていい友のゲストです1980年代か90年代とらねあの外国人タレントとしてようこの人出よったよね本当に懐かしいのということで以上